あ、同じ学部の友達で有志団体として今回出品してます。あのもう最近流行りらしいパックジュースっていう飲み物と、あともう手作りで餃子を売ってます。なるほど。はい、ハングルーズです。ハングルーズです。ハングルーズ、このハワイのこのマークの意味、言葉です。ハングルーズ、はい。なるほど。ここのお店は、何を売ってるんですか？タピオカジュースです。はい、はい、結構もう売れ行き的にはどうですか？今日は完売しちゃいました。はい、ドル渡しです。ありがとうございます。はい、私たちはヘルシーチャイルドというサークルで、揚げパンを出し物で出してます。はい、スペシャルじゃんけんで、まあ、買っていただいたら無料になるんですけど、負けたら2倍の300円で買ってもらうっていうのをやってて。じゃあじゃんけんを割と真剣勝負？もちろんです。なるほど。じゃあちょっとやりますか。はい、最初はグー、じゃんけんポン。あ、負けちゃいました。勝ちました。団体名はせーの、ミラノゼミです。はい、せーの、肉巻きおにぎりです。せーの、竹内ゼミのペッパーバンズです。はい、台湾の方の、屋台で出されているフージャオピンっていう、まあ、焼いたおまんじゅうみたいな、日本でいうおやきみたいなものなんですけど、こっちの方がどっちかっていうと本場に近い感じで、うん、向こうのホットプレートの方で焼いてるのはどちらかっていうとうちのゼミのオリジナルみたいな感じで。チキンラーメンそば飯です。これは なぜチキンラーメンそば飯？ゼミで日清食品さんとコラボさせていただいていて、だからこの売れ行き重要なので、うん、ぜひ皆さん買ってください。お願いします。3、2、1。おー！くそー！
ミスターのグランプリは、ミスコンテストグランプリは、いやまあ自分でに自分で務まるかわかんないですけど、まあ精一杯頑張っていきたいと思います。頑張ります。今はダンスをすごく頑張ってるんですよ。だからもっと他のジャンルを挑戦して、はい、うん、全然関係ないんですけど、地域に作られた愛の恐ろしさと、97%。